種子の作りですね。種子、はい、種子って何なのか。この種という字、これ種ですね、ひまわりの種とかですね、柿の種とかね、あの種です。その種から、植物が育つわけですね。種のことを、正確には種子、種の子供っていうふうに書いて種子と読みます。はい、読んでいきます。種子の作り。種子は植物の一生の始まりです。発芽、芽が出ることですね。成長して、植物の体になる胚と発芽に必要な養分とが、種皮、まあ、種の皮って書いてね、種皮に包まれているということですね。はい、で、まあ、じゃあ実際、まあ、言葉だけじゃなくてこの写真を見ていきましょうということで、図1と図2を見てほしいんですけれども、植物によって少し種の作りが違うところがあるんですね。まあ、違うって言っても大きく分けて、2種類しかないんですけれども、はい、じゃあその2種類だけちょっとしっかり見ていきましょうということでですね、はい、1番、はい、有胚乳種子という言葉、有胚乳種子。この有っていう字はあるないのあるっていう意味なんですね、はい、つまり胚乳っていう部分がある種種子だっていうことなんですね。はい、見ましょう。はい、図、先にちょっとじゃあ文章を読む前に、図を見てみた方が分かりやすいかな。はい、図1ですね。はい、これは、あれですね、おそらくこれは、何の種って書いてないけど、これは柿の種だと思います。はい、上のやつですね。はい、で、この種の、このね、種をこうスパッと切ったその、断面のこのね、部分、広い部分ですね、これを胚乳っていうわけなんですね。はい、ひらがなでいいんで、胚乳しっかり覚えましょうね。はい、で、その左側のこの胚乳の下側に、ちょっとね、ちっちゃい目みたいなのがありますね。あの白で書いてるね、子葉、上から順番に子葉、胚軸、葉根って言うんですけど、うん、全部合わせて胚って言いますってことなんですね。はい、これが図1ね。で、図2、これ多分、これはね、インゲン豆かなと思うんですけど、今度はちょっと違いますよね。この胚乳と呼ばれる部分、同じような部分なんだけど、ちょっとこれ違って、この部分が、名前が、子葉になっていると、うん。ここなんだよね。ちょっとややこしいところはですね。はい。まあ、じゃあとりあえず文章に戻って読んでいきましょうか。はい。1番、有胚乳種子。柿、トウモロコシ、稲などの種子は、はい、図1ですね。胚乳という作りに養分が蓄えられていて、胚乳という作りに養分を蓄えていて、はい、胚が小さいという特徴があります。はい、まあこれ、まずこの胚乳っていう言葉の意味ですね。はい、まあその前にこのちっちゃい胚、ひらがなでこれ胚ね、これ実際もし漢字だと、そこにこの胚乳のところに書いてあるこの字なんですね。はい、まあこれちょっと難しい漢字なのでひらがなで書いてあるんですけど、胚っていうのは何なのかって言ったら、かなり簡単に言うとですね、はい、赤ちゃんなんです。赤ちゃん、植物の赤ちゃん。ね、人間でいう赤ちゃん、はい、これの植物の赤ちゃんのようなものがこの胚、ね、で、確かにこの図1のところ、これ植物の子供みたいな感じですね、うん、だから、この葉みたいな部分、ね、まだ子供だから子葉って書いてますね、子供の葉、ね、で、将来この茎になる部分がこの胚軸っていう部分ですね、はい、で将来根になる部分はこれは幼根、これ幼稚園のようですね、つまり、まあ、子供みたいな意味ですね、はい、幼根っていう風にね、まあ、赤ちゃんの体だと思えばいいね、はい、ということで、じゃあ胚乳って何なのかって言ったら、はい、これが栄養分のことですね。これ栄養、みんなだってそうですね、赤ちゃんの時はお母さんからお乳をもらってました。あれは何のためか、栄養分をもらってる、生きていくための栄養分なんですね。はい、それと全く一緒です。はい、まあ、全くというか、まあ、あの仕組みは一緒っていうふうに考えてください。この周りに、このつまり胚乳と呼ばれる部分に
栄養分がたっぷり含まれていて、うん、そのためにこの、この肺の部分、この赤ちゃんの部分ですね、子葉、胚軸、葉根、全部合わせて肺と呼ばれる部分が成長していくんですよってことなんですね。はい、